マイナス1、二次関数にしたんで楽勝したね、はい、一応これ FX 取りますね、はい、それ、はい、点マイナス3から点マイナス 3、5からね、3、5からね、3マイナス5、そしたら非常にアバウトな話をしますが、こう二次関数があって3マイナス5という点があります、はい、どうぞ。から、引いた接点の方程式と接点の座標、ああ、だから3マイナス5が外にあるのか中にあるのか調べたいんで、一応 F3 をします。3をすると、なんですか、9-1 だからとてもマイナス5にはなりません。ということはこの曲線上ではなくどこか外にあるわけです。そしてここからここに向けてこう攻撃をかける、まあだからこうなって、多分接線は2つ出てるというのが分かりませんが、出てこないときもありますよ。そしたらここかここでこの点を求めなさいということですか。ちょっとしたこの式、そしてこの式も求めなさい、できますか、できる、大丈夫、さっきと同じ、ずっとあるのが規制ですね、はい、さっきとはちょっと違います。さっきとちょっと違うのはこの点を、この点をですね、じゃあ一応そのアルファ、そうすると F アルファですね、そしてここは傾きは F ダッシュアルファになります。よろしいですね、分かんないかな、この点が。そしたらどうするかというと、まず F アルファは、まあ、別にアルファは事情引く3アルファ引く1です。で F ダッシュアルファは、すみません、もう微分してありますけど2アルファ引く3です。そして通る点は3マイナス5です。そしたら、いきますね。まずこの直線の式は y 引く通る点 F アルファ取りますかね、イコール F' アルファ X 引く通る点です。よろしいですか、いいですか。したら y はそれで、するとね、X が3、Y がマイナス5通るという条件があったら Y のところをマイナス5入れます。そしてこれ3だから3引くアルファになります。ついてきてますか、代入したら、ちょっと代入したらいいです。そしてこれをばらします、ばらして移行します。そうすると、これ大変だな、マイナス5マイナス F アルファだから、アルファは2乗、マイナス3アルファ引く1、イコール F ダッシュアルファは2アルファ引く3の3引くアルファです。次します。で、これを全部バラして計算します。バラした結果はありますか？それでよさればアルファの1と5。っていうのは分かってますけど、ともかくこれ解かないからそれズルはしたらちゃんと計算してください。どうなの、一応やりますよ。じゃあマイナス5マイナスアルファ2乗プラス3アルファプラス1イコール、あれだな、まあ真面目にしますか、6アルファ、すいませんね、マイナス2アルファ2乗マイナス9プラス3アルファ、こうなるんですか、ちゃんとやってくださいね、これね、あなた自分がね、でアルファ14、自分でしないといけないんですよ、これアルファ14で 6+3は9、9だからマイナス5とアルファ、マイナス5と1でマイナス4、マイナス4だからプラス5ですね。したらアルファの値はこれ簡単でしたね、アルファ引く1が0だからアルファは1と5というんだから、多分この点こっち側が1でこっち側が5になったんですね。ということはあとはここは F1、 ここは F5 とですね。そしたらあとは簡単で、アルファが1のとき、そしたら F1 はいくらですか、1-3マイナス3、そしてアルファが5の時は
F5 はいくらですか？9。死んでます、はい。したら F'1 は一応書いておきます。Y' は 2x-3。1だったら2が、だからマイナス1。ああ、プリンで合ってますね、マイナス1ですね。そしたら F' はいくらですか？7ですか？こうですね。そしたらあとはもうできますね。機械的になったら申し訳ないんですが、もうあとは、y 引く通る点、傾きかける x 引く通る点。で、こちらは、y 引く通る点、傾きかける x 引く通る点。こういうふうになって出来上がりです。簡単だったんですか？よろしいですか？大丈夫。はい、じゃあでも。